世界的に見ればおとなしいと言われている日本のサッカーファンですが、 J リーグでも稀にサポーター同士の騒動に発展することがあります。皆さんこんにちは。今回は J リーグで起こったサポーター同士の騒動や事件を、起こったいきさつやエピソードとともに解説していきます。このチャンネルでは世界のサッカー界のあらゆる歴史解説、検証動画を扱っていきますので、よろしければチャンネル登録をしていただけると幸いです。2008年5月17日、5万7000人の大観衆の中、埼玉スタジアムで行われた浦和レッズとガンバ大阪の試合。試合は前半に中澤颯太、山崎雅人の得点でガンバが2点を先制。浦和も前半に1点を返しますが、ガンバが優位に試合を進めると、後半にガンバが遠藤康人のゴールで3点目を決めます。浦和はその後エジミウソンのゴールで1点を返しますが、微妙な判定が失点につながったことなどもあり、試合全体を通してリズムに乗れず万事休す。試合後には敵地で円陣を組んで勝利を祝うガンバの選手に対して、フラストレーションのたまった浦和の田中マルクス・トゥーリオや都筑啓太が詰め寄り、小競り合いが発生。スタジアムは不穏な雰囲気に包まれます。そして選手同士の小競り合いが続く中で、さらに過熱してしまったのは両チームのサポーターでした。小競り合いの中、ガンバのサポーターの一部が投げ込んだ水風船やペットボトルが緩衝地帯を越えて浦和サポーターに命中。その後も幾度となくビジタースタンドから物が投げ込まれたことに激怒した浦和サポーターが緩衝地帯を破壊し、ガンバサポーター側に詰め寄ると揉み合いに発展。揉み合いの中でガンバのサポーターの一人がスタンドの下に転落し負傷するなど、スタジアムは危険な状態に包まれました。怒りの収まらなくなった浦和サポーターはガンバサポーターのいるビジター席の周りを包囲し、ガンバサポーターは3時間近く埼玉スタジアムに監禁状態になるという、 J リーグでは前代未聞のサポータートラブルに発展。結局埼玉県警の機動隊まで出動し、浦和側が手配したバスにガンバサポーターを誘導し、ようやくサポーターは帰路につきました。最終的にはガンバのサポーター代表が浦和のサポーター側に謝罪をしたことで騒動が収束。また浦和の当時の社長藤口氏がサポーターが帰れなくなってしまったことを謝罪しました。2019年7月4日、日産スタジアムで行われた横浜 F ・マリノスと浦和レッズの試合開始前に騒動は起こりました。発端となったのは、浦和レッズのサポーターが日産スタジアムのスポンサー看板が掲出されている横断幕掲出禁止エリアに横断幕を掲出してスポンサー広告を隠してしまったことでした。これに一部のマリノスサポーターが激怒。試合運営関係者などに抗議が行われたといいますが、浦和サポーター側は即座に応じなかったため、立ち入り禁止の緩衝地帯を乗り越えてやってきたマリノスのサポーターと浦和のサポーターの小競り合いに発展しました。この小競り合いにより複数の怪我人が発生してしまいました。浦和のサポーターはこの試合の2節前の大分トリニータ戦でも掲出禁止エリアに横断幕を掲出し、対戦相手の大分側から掲出ルールの遵守を求められていたといいますが、その矢先の出来事でした。またマリノスサポーターについても、感染ルールで禁止されている緩衝地帯を乗り越えて相手サポーター側への侵入を行っており、結局 J リーグからは両クラブに欠席と制裁金200万円の処分が下っています。2005年4月23日、日立柏サッカー場で開催された柏レイソル対名古屋グランパスの試合。この試合は柏が攻めても攻めても点が入らない中、名古屋が少ないチャンスを確実に仕留め、名古屋が1点リードで試合が進むと、後半オフサイドかどうか微妙なところを抜け出したクライトンがダメ押しのゴール。名古屋が2対0で勝利します。試合後も勝利を喜ぶコールを続ける名古屋サポーターへ、フラストレーションの溜まっていた柏サポーターのヤジが飛び、一部の名古屋サポーターもそれに応酬する形で言い返したことなどから、徐々に騒動に発展。アウェーエリアに柏サポーターが乗り込み、100人規模の揉め合いに発展し、複数の怪我人が発生。さらには、盗難などの被害も起こる大騒動になりました。
これにより柏レイソルには懸責と制裁金1000万円が下され、 J リーグでは当時まだ浸透していなかったサポーターを分離する緩衝地帯が設けられるきっかけとなりました。2016年9月17日、熊谷陸上競技場で行われた大宮アルディージャと川崎フロンターレの一戦は前半から荒れた展開となります。36分、大宮の家永明弘に倒された川崎の大久保嘉人は、直後に家永に足をかけようとするジェスチャーを見せ、それに怒った大宮の横谷茂に突き飛ばされてしまいます。すると大久保は立ち上がりざまに横谷を頭で押すような格好になり、横谷が転倒。これが報復行為とみなされ、大久保は一発退場となってしまいます。リーグ初優勝を目指す川崎は、この大久保の退場や際どい判定での PK 献上などもあり、3対2とリードされ、後半アディショナルタイムを迎えます。すると大宮の横谷と川崎のエドゥアルドネットが激しく競り合ったボールがこぼれると、倒れた横谷の体をネットが踏みつけるように走り出したことで、試合終了後に横谷が激怒。スタジアムが騒然とする中、川崎サポーターからは大宮の選手への大ブーイングが沸き起こります。すると試合後、試合の一連の騒動にフラストレーションのたまった川崎のサポーターが、アルディージャ選手が乗るバスの前に立ちはだかったことで、大宮のサポーターが激怒。これがきっかけで両者がもみ合いになるという騒動に発展しました。これによる怪我人などは幸い出ませんでしたが、ブーイングもほとんどしないことで有名な川崎のサポーターが発端となってしまった一連の騒動でした。いかがだったでしょうか。今回は J リーグで起こったサポーター同士の騒動や事件を解説しました。このチャンネルでは、世界のサッカー界のあらゆる歴史解説、検証動画を扱っていきますので、よろしければチャンネル登録をしていただけると幸いです。それではまたお会いしましょう。